それはどういうか別コアでなんかそういう意味でそれが分かる。はい、崎山研究室では、主に暗号実装をテーマにした研究をしています。暗号の研究としては、理論的な研究と実装の研究というものがありまして、その中で実装ということで、理論上安全だとされたそのアルゴリズムが実装した場合にどのようなその危険性があり、どのような安全性、どういうふうに安全を保障するのかといったことを研究しています。今何人ぐらいいらっしゃるんですか？今は少数精鋭で、社会人ドクターの方を含めまして7名での活動をしています。分野は分かれているんでしょうか？そうですね、個々に研究を進めている状態でして、一人一つテーマを持ってその研究を進めていくという形です。そうですね、やはりまず自分が興味を持ってその取り組もうっていうのが非常に大きいと思います。やはりその興味を持っていなければ もっと知りたいというふうには思わないですし、その研究を進めようっていう意思にもつながらないので、やはりその自分が興味があること、それでいて社会に貢献できる研究をしようと、それが主眼になっていると思います。後ろの画面は何の画面なんですか？こちらは、先ほどの認証の、研究の一部で、PAF というものの研究の、一環です。でPAFというのは先ほどの物体をその認証するっていうものの、一部なんですけれども、主にそのデバイスの認証するというもので、そういったものをPAFと呼びます。私は、先ほどその暗号実装をテーマにした研究をしているというふうにお話をしたんですけれども、最近では認証という方にもフェーズを持ってきておりまして、私はその物の認証ということをしております。どこがポイントなんでしょうか、物を認証で。そうですね、物を認証する際にはその何か認証するための特徴というものが必要でして、バイオメトリックスでしたらその人の指紋を使ったりということがあると思うんですけれども、その物体からどういうふうにその指紋のようなものを出してくるのか、どうやってその比較するのか、そういったことがポイントになると思います。難しい点はありますか？そうですね、やはりその何をその特徴とすることによって、そのこれがちゃんと識別できるっていうふうにこう保証するのか、何を使えば低コストにできるのか、そういった多方面のことを考える必要があります。そうですね、崎山研はもともとその共同研究というのも視野に入れて研究活動をしておりまして、私の研究はちょっと違うんですけれども、企業との共同研究というのは研究室では行っています。そうですね、やっぱり IoT が進んでいて、物がそのインターネットにつながる時代ということで、その、インターネット上で物にこうつなぐときに、それが本当につなぎたいものなのか、そういったことを検証する必要がありますし、コピー技術が非常に発達していますので、そういったその偽造品に対して、どのようにこう識別をするのかということに対して非常に有効であるというふうに考えています。言葉にはならないです。もちろん経年劣化はいろいろデバイスの調整があるので。